皆様こんにちは。50歳で育児中、ニューヨークのコリンゴです。ただいま沖縄に来ております。ベイビー、暑いのでちょっと日陰ストローラーの中ですけど、こちらチュラ美術館じゃないよ、チュラ水族館に来ております。じゃあ皆様にもたっぷりお届けしたいです。では行ってきます。ちょっと見てよ、さすが沖縄だね。ベイビーボーイ、あなたこんな0歳で沖縄に来ちゃって、わあ、すごい。はい、イルカの餌付けやります、待ってる。あ、そちらだ、あ、こっちだったんですね。あ、すみません、かわいい。あ、小イルカもいる。上手にね、餌付けできてます。はいはいはい、上手上手上手ボーイ。ちょっとマジこのね、水族館すごい。これ外からなんですけど、これこの建物がすごいのよ。ちょっとじゃあ行きますよ。イタちゃん来たよ、水族館。じゃじゃん、わーわー、すごいジンベエザメ、わー、でかー、ちなみに本日平日ですけど、この混みようで、平日なのになんで混んでるのかなと思うんですけれども、ほとんどが海外からの観光客の皆様です。今平日空いてるとか期待できないです。こちらオーシャンブルーというレストランなんですけど、ジンベエザメを見ながら食べれるレストランなんですけれども、ただいま27組待ち。しかもですね、ジンベエザメが見れる水槽側は500円、席料がチャージされます。そしてジンベエカレーとかね、チュラティとかすごいのあんの。まあインスタ映えにはいいと思いますけど、私のインスタもそんなにフォロワーいるわけではないので、ちょっと割愛させていただきます。まあ、ジンベエザメ見れたぞということで、では。あ、来た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 。でかーい、ジンベエ来たー。あー、ジンベエ来たね。ジンベエザメ来たー。Let's go, Pappy。行っちゃったー。行ったね、大きかったね。頭触るなって。パチパチした。はい、こちらの福木ハンバーグさんでランチです。行ってきましょう。はい、来ました、やっと食べられます。沖縄のソーキそばでございます。嬉しいね。これね、沖縄限定のチークワーサー、なんかシトラス系のドリンクみたいですけど、爽やかで美味しいです。じゃあ早速ソーキそば、ソーキそば食べてみたいと思います。ソーキそばです。いただきます。食べるよ。うん、うどんとそば、うどんとラーメンがコンボしたみたい。すっごいソーキそば美味しかったです。